Hey guys, thank you so much for checking out Christmas Room. 今日はね、ひょっとしたら僕の番組の中で一番大切じゃないぐらいみたいな大切なことを説明できればと思います。それはなんとですね、ね、怖い人、嫌なやつ、本当に嫌な、厄介な、いやーみたいな人が来たら別に戦わなくてもいい、逃げなくてもいい、ね、避ければいいのっていう話です。Alright、ちょっとね、このお香を焼いてね、めっちゃね、スモーキーですごいいい香りなんやけど、ちょっとマジ、ちょっと焼きすぎやな、これビデオで煙出てるやろ、出てるっしょ、ちょっと出ちゃってるから、ちょっとこれ移動します。はい、すいません、どこに置こうか、これ、なんかこっち見たら、こっち見たら、Alright、ということでですね、嫌なやつがいたら、嫌な学校の先生がいる、嫌な上司がいたら、電車乗ってて嫌なやつがいたら、ね、なんか怖いやつがいたら、避けるよね、避けるよね。でもね、ここでセンシティブな人たち絶対いると思うんだよ。クリスの部屋を見ている人たち、特に毎週とか見てくれている人たちは、ね、すっごいピュアな人たちがいっぱいあるんだよ ね。でピュアな人たちってめちゃくちゃ優しいのよ。だから断っちゃダメだって思ってる人がいっぱいいると思うのね。だって僕もそういうタイプだから、いや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 、断っちゃダメでしょって、ね、その人を手伝ってあげないとダメでしょ、ね、でこのルートで行くと、ね、苦手な人が出てきたらちゃんとその人と、まあ、戦うっていうか、何か嫌な人と出来事が起きたら最後まできっちりやって、でその二人の関係を良くしてピースフルにして、で、まあ、その関係を良くしていつでも友達だねみたいな環境で次に行くみたいな感じを望んでる人がいっぱいいると思うんだよね。だからピュアな人、 OK、 センシティブな人、 OK、 これ英語で言うと The empath、 The empath、 Empathetic people、 The empath、ね、これキーワードになると思うよ、令和の時代。Empath、 エンパスの人たちは、ね、僕もそうなんだけど、私たちは、ね、愛を求めているんだよね。人とのコネクションを求めているんだよね。誰かが幸せになること、で本当に電車乗ってて誰かが落ち込んでる人たちが、マジその人、へえ大丈夫って笑顔を作りたいみたいな、マジそういう生き方で生きている人がいっぱいいるんだよね。で特にこのエンパス、こういうセンシティブな人たちは、この今の社会の波動、この社会のやり方、この普通っていうのがあんまりにも本当にこの心の部分、ナチュラルな自分と合わないから、オーマイガーみたいな感じで結構ショックになっている人たちがいっぱいいると思うんだよ。ね、分かりやすく説明すると、まあ、学校から始まるよね。学校行かないといけません、ね、学校厳しい、ちゃんとやらないと怒られる、Why?何これみたいな。仕事もそうだと思うんだよね。え、好きで得意なことやっちゃダメなの、ね、両親が何言ってんの、そのことダメやろって、お前そのことやったら失敗するぞ。え、自分がなりたいように生きていく、やりたいことを仕事にするっていうのは怖くてできなくてダメなことなんだみたいな。 It's so confusing、 超コンフューズしてると思うんだよね。でもう一つこのエンパスの特徴は、例えばこのビデオを見ている人たちいっぱいいると思うんだけど、やりたくないけどやらないといけないことがうまくできない人たちっていっぱいいると思うんだよね。やる気が出ない、ね、そういうもう本当に癒しを感じたくて、でやらないといけないことがいっぱいある、この現実的で、ね、年金のあれを払わないといけないとか、保険料を払わないといけないとか、なんかの登録しないといけないとか、ね、なんか本当に買い物に行くっていうのも、まあ、買い物に行くっていうのも、まあ、ちょっと一つの例かもしれないけど、もっと大きいことだよね。なんかでっかいことのプランニング本当はしないといけないことなんだけどできてないとか、ね、今後、まあ、僕はそのエンパスのパワーについていろいろ多分このチャンネルを通して話していくようになると思うんですけれども、まず一つ
大切なポイントは、ね、嫌な人がいたら、ね、避けていいのよ。避けていいのよ。わかる？逃げるっていうことではないのね。で、逃げてこの人ともう縁がないようにして、それじゃかわいそうじゃん。もう逃げてね、なんかこの人とまた出会えないとか、ね、せっかくになったらいい感じで魂と魂としてね、人生生きていきたいよね。でも逃げたらそれができない。だから逃げるっていうのはちょっと違うよなって、わかるよね。逃げるんじゃないって。で、戦うっていうのも違うよね。戦うっても違うけど、フェアは取りたいじゃん。変なこと言ってきたら、いやそれは違いますよって、だってそれ事実じゃないもんって言って、フェアは取りたいじゃん。で、変なこと言ってきて、いやって逃げたら負けになるから、負けも違うでしょ。負けちゃダメだからね、ある意味負け、ね、逃げると負けっていうか、どうすればいいのっていう。本当に避けるっていう手があるのね。避けるっていう手があるの。どういうことかっていうと、ネガティブな人は本当はネガティブな人じゃないの、ね、その人は、ね、何か辛いこと、何かストレスを感じて絶対何か学ぶのよ、ね、で、その人によって時間をかけて学ぶ人と、時間をかけないですぐ自らちゃんと学んじゃう人っているわけよ、ね、例えば、ね、なんかピアノの教室に行くじゃん。そう、ね、10人の子供を入れると1人2人はすぐピアノができるんだよ。でも中にはゆっくり時間をかけてピアノが学んでいける人っているじゃん。そのような感じで人生の出来事とかも時間をかけて学ぶ人たち、学ぶ子たちもいるわけよ。子供たちもそうじゃん。その子供が、まあ、体が大きくなって大人の体してるみたいな感じで見ると一つ楽かもしれないけどね。なので本当は悪い人じゃないわけよ、ね、でも何かが起こってるわけよ、その人の人生に。で、あなたを攻撃してるわけではないのよ。そう見えるかもしれないけどね。これすっごい大切なんだよ。だ、家帰ってきてね、なんか自分のなんか旦那さんがすっげえイライラしてグワーとか来たら、それはあなたに対して怒ってないわけよ。家帰ってきてお父さんがうわーお前宿題やったーみたいな感じでお父さん来たら、お父さんはあなたに対して怒ってないわけよ。お父さんはお父さんの人生でなんか辛いことがあって、その例えばお父さんが会社でなんかニコニコしてふー会社だーみたいなやってて、その時なんか会社の売り上げがたまたま下がって、でそこの社長にストレスがかかって、社長がうわーってなってて、やばい会社潰れちゃうかもってなって超怖いわけよ。で、怖くてどうしたって言って、で会議する時にそのお父さんがいるところに、うー会社潰れるから頑張れ頑張れ、もっと働くか、何お前が働くからこんなになってるんだーみたいな、このエネルギーがお父さんがうーって受けるのよ。で、お父さんはどこに出せばいいのかわからないの。うーって言って、ね、通勤中でバーンって出すかもしれないし、ね、お酒飲んで出るかもしれないし、でお父さんが家帰ってきて、で家帰ってきたらよくあるパターンは弱いところに流れるのね。だから奥さんに流れちゃうとか子供に流れちゃうとか、そういうことがあるのよ。でこれ学校の先生も同じだからね。これを見ている生徒さんたちもこれが強くなろうな、強くなっていく方法いっぱい教えてあげるからね。先生も今学校の教員超大変な仕事なんだよ。超大変な仕事なんだよ。だから学校の先生が嫌なやついたから、ごめん、ちょっと許してあげてくれないかな今ね。いや、その先生をサポートする方法とかも、まあ、ちょっといろいろあるから OK。 でも今日のポイントは、そういう感じで学校の先生がうわーってなって、ね、学校の先生も押し潰されてるんだよ、こういうの教えたいんですって言ったら、学校の校長先生がお前そんなの教えちゃいかんぞって、ね、いやでも教えましょう、お前そんなの文部省通してね、もう教えれるわけねえやろとか、昭和の体育の先生とか、何言ってんのお前若造の先生めとか言って、先生もめっちゃ大変なんだよ。
でこういうの教えたいんですみたいな、ピュアでキラキラ先生みたいな感じでやってんだけど、今度この生徒の親が、あの先生そういうの私たちの子供に教えないでくれません、本当にいい加減にやめてもらいたいです、あのみたいな感じで、もう先生も潰されてるわけよ。だから潰されてる先生がわーってなって、どこにそのエネルギーがいっちゃうって言ったら子供にいっちゃうっていう時もあるのね。で子供たちよく聞いてね、そういう先生がいたら距離取るの OK？ なんかかかってきたらあなたに対して言ってないわけよ、距離取るの、はい先生って言って、でこのエネルギーもあなたのところにパッて行きたいのよ。だからうまいのよこのエネルギーも。だあなたがピンッ、お前行ったなみたいな、そういう甘いうまいことふっかけてくるのよねこのエネルギーは、ね、それモンセン君あなたまだ宿題終わってないですね、モンセン君が一番遅いんじゃないですかみたいな、わっけわかんねえずるいこと言ってくるわけよ。 俺の名前クリス・モンセンっていうの ね、でそういう変な引っ掛けが来るかもしれないわけよ、嫌な人には。でも距離を置いて、はいすいませんみたいな感じで Don't take it personal、 避ける避ける避ける OK？ これはもう会社で嫌な人がいたらそういうエネルギーを避ける、あなたに対して言ってないんだよ Alright？ このエンパーセンシティブな人たちのパワーがひらめくときは、ね、相手は相手の学んでいるところがあって、それはあなたが学んでいることと違うんですよ。相手は相手の学びがあるって認められることに、ね、その相手がネガティブなことを言ってるなっていうのは気づいていいのよ、ね、でもそれは相手は何かをそれで学んでるからって、すると自分がめっちゃ上がるのよ上がるのよ。するとネガティブな人たちがボンボンってバズーカ打っても通らないのよ、あなた上にいるから。ネガティブな人たちがここにいてバーンってバズーカ打ってきて、ね、クリスお前下手ーアクセスバーとか言っても当たんないわけよ。なぜかというと俺はここにいるから、真実が見えてるからなんだよね。So this 避ける、もう一つ分からやすいイメージで言うとね、例えば子供が怒っててさ、ってきて、あーって殴ってくるじゃん、あーってね。で子供が俺に僕に殴ってかかってきたってしようよ、僕は何すればいいって、でもしこれがその子供だったら僕はここに手を置くわけよ、はいって頭掴むわけ。そうするとブーってクーってエネルギー回転して俺を殴ろうとしてんだけど、触れないでしょ、触れないでしょ、こういう感じなのよ。で今僕が言っていることはひょっとしたら自分の周りの人はわからないかもしれないの。だからひょっとしたらちょっと一人の冒険が始まるかもしれないよね、一人の冒険が、親もわからないかもしれないの、ね、で僕たちは結構、ね、特にエンパーセンシティブな人は周りにシェアしたいの、なんかいいことがあったらすぐシェアしたいの、一緒にやろうよこういうのやるから、特に奥さんとか家族とかベストフレンドとか会社の人に、ね、でも周りの人は分からないかもしれないのよ、ね、それは悪いことじゃないんだよ、分かる時もあるよ。もう一つはひょっとしたらめっちゃ分かりにくい言葉で説明してるかもしれないんだよ、ね、めっちゃ分かりにくい言葉で説明してるかも。だからこの普通語っていうのを学ばないといけないかもしれないんだよね。これはよく社会で言われる空気を読めるようになる、うん、空気を読めるようになるっていうことなんだよ、ね、これも深い学びがあると思うんです。All right. yeah. なので今日のお話は、ね、ネガティブな人がいてもう本当にネガティブなやり方でかかってくるから、うまいできねえなとか、まあ、本当にひどいね、クリス最悪だね、モンセン君って本当に最悪みたいな、
Okay? で、そこで違うよって言いたくなるわけよ。論理的に、いや、それ違いますって言いたくなるかもしれない。でもそうすると相手、特に本当にネガティブなエネルギーが溜まっている人たち、大統領みたいな人たちは、あなた違いますよって何言っても、いや、お前がフェイクニュースだとか言って、もうすごいなんか孤独の自分の世界のにいるわけよね。ブラック企業の社長とかはそうなのよ。ね。Narcissism っていうのよ、英語で。Narcissist。で、このような要注意なNarcissistとかが絶対現れてくるから。絶対現れてくるから。で、本人が気づいてるか気づいてないかは分からないわけよ。でもそういう人が出てきたら、あなたがピーンっていうようなことを絶対言ってくるのね。で、いや、こういうのそうだよねとか言って、で、いや、違いますとか言いたくなるわけよ。なんかメールで来るかもしれないし、テキストで来るかもしれないし、一緒にいる時に何か言ってくるかもしれないの。で、それ違うよって言ったら、相手はそのフロみたいな感じだから、ね、ネガティブエネルギーを結構感じてる人は、もう相手が勝つみたいな、絶対相手は負けないみたいなスタンス。何があっても負けない覚悟を持ってるわけよ、相手は。すごいこういう怖いネガティブな人たちはね。本人気づいてないかもしれないけど。で、そこに入るともう永遠な行き去りになるから、もう本当にこれ気づけるように、あ、この人はちょっと距離置いておいた方がいいなとか。で、そうすると、あ、この人の感情、こういう感じ、前会った人こういう人だったよなとか。あ、同じタイプの人じゃんとか言って分かるようになるよね。あ、この人はいいなとか、この人は前の友達みたいな感じですっごいいい感じ。いや、この人はちょっと匂うぞって。それ直感っていうのや。それは何かっていうと、あなたが感情の波動を感じれるようになってきてるらしいのよ。ね、これはね、本当に、科学とか勉強してる人たちはもう本当に2000年以降の話はもう物はないっていう話、どの世界的な科学も、もう波動、ね、音、波動、全てはそのエネルギーの動きによってこの、物が変わってくるんだよね。で、それがリアリティなわけよ。それが事実なの、ね、それが真実なの。違う、もうそれ自分で調べていいわけよ、インターネットとかで、ね、辞書とかにも入ってあると思う。辞書中なんちゅうのかな。まあ、だからその物、石も石の波動が動いてるわけよ、エネルギーの、ね、で、自分がそういう、あ、この場所怖いなとか、この場所いいなとか、それを感じれるようになってくからね、もう本当に今後もね、いろんなビデオを出していくんだけど、今日のポイントはね、避けると人生楽になるよ。そうすると自分の気使わなくていいから、そのままでいいの。じゃなーって言って、避けてるだけなんだよ、ね、逃げてるわけじゃない、勝ってるわけじゃない。そんな勝つなんてないって知ってるもんな。 Alright you guys, I love you guys, and I will see you in the next video. Woohoo! ありがとう。